前節とはメンバー変えてきている、大幅に変えてきている北九州をご覧いただきます。ゴールキーパー吉丸です。4バックは右から村松、本村、ミケルアグ、前田、ボランチに長野と若谷、右に乗せ左に岡田、2トップ、コースンジン、前川と、アウェーの YSCC 横浜です。ゴールキーパー児玉、3バックは右から柳、二階堂、藤原、アンカーに小島、インサイドハーフ松村と茅沼、右のワイド藤田、左に中里、2トップ佐藤と脇坂。脇坂は大怪我から復帰、今シーズン初出場、初スタメンです。柳から、さあ裏のスペース、松村を走らせる、中央に入っていく選手が1人、脇坂はエリアの中で左足打っていく、巻いたボールはわずかに枠の外でした。怪我から復帰、今シーズン初出場、初スタメン、脇坂俊平の左足振り抜いた、シュートはわずかに枠を捉えることはできませんでした。前線へのボール、ミケルアグのところ、脇坂キープ、シュートを打つ、角度がない中でシュートを思い切って打っていきました。今シーズン初出場、怪我から復帰の脇坂、茅沼が右に開いています。藤田、そして柳が前線へ、さあ柳がエリアの中に侵入していく、シュートを打っていく、キーパー弾いている、なんとかここは吉丸がキャッチしました。3バック、3センターバックの一角、柳が最後はゴール前まで行って運んでシュートに入るという。本村、さあ岡田、上がる前田、さあ岡田だ、岡田のシュート、枠は捉えていたでしょうか。しかしここは読んでいました。児玉がキャッチしています。最終ライン、5人の守備で守ります。統率の取れた YS 横浜です。なかなか崩せていません。あ、ここは佐藤、左利きの佐藤、ボールを運びます。遠目から今度は開いている中野、追い越して動きは藤原のクロスボールが入っていく、シュートをする、最後9番の茅沼が頭で合わせましたが、若谷がコースンジンの前、さあチャンスだ、コースンジンエリアの中に入って一人かわして乗せを待っていました、自分でシュートを打っていきました。しかし大きく枠を恐れています。この若谷からの一本のパス、相手すらしたところ、コースンジン選手が控えています。攻撃陣、藤田、そして茅沼がシュートを打っていきます、弾いていきました、吉丸です。ここはゴールマウスを狙って回転をかけたコントロールシュートでした。佐藤、茅沼、さあ茅沼抜けた、松村へ、さあ松村縦、ピーダーセン、シュート打てるか、ピーダーセン体を入れていく、北九州よく守った若谷、しかしもう一回奪い返す、小島クロスボール、工藤からヘディング決まった、最後押し込んだ藤田、地元福岡出身の藤田が決めました。今シーズンこれが2点目、プロ2点目になります。8月6日以来、藤田康人のゴールで YSCC 横浜が後半11分先制しています。さあ坂本、ここでボールを奪われた北九州、そしてピーダーセンだ、ピーダーセンが行く、ピーダーセン入れの中に入っていく、シュートを打つ、キーパーが弾いていきましたが、マルコのボール残ります、ミケルアルグ回収して今1人選手倒れています。
コースンジンが待ちます。そして野瀬にボールが当たってクロスボールを入れる、速いボールを入れていきましたが、ここはディフェンス線弾かれました。そしてリーダー線茅沼、スピードを上げていく藤田、右サイド、ここは坂本が待っていました。しかしここも YSCC 岡間、柳が走ります。ゴール前まで行きます。さあ柳のクロスが入るか、シュート打ってった、自分で自ら打っていきました。センターバックの柳、利き足は右足ですが、最後は決めたのは左足。2対0 YS 横浜リードを広げています。岡田から、さあメロに出た、メロがそのまま打つか、メロ岡田に送るクロスボールを上げていく、相手に当たるディフェンス、しかしここで岡野が打ってきました。また相手に当たる、まだ北九州回収、後ろから長野を打っていきますが、ここもディフェンスに当たる、ファールはありません。北九州はここは分厚い攻撃、ボールを目指していきます。池高から若谷がクロスを上げる、メロの頭を狙っていきましたが接触がありました。そして相手ボールに変わります。ラストプレーになるか、ここで試合終了のホイッスル。阿部 YSCC 横浜が2対0でギラバンツ北九州に完封勝ち。これで今シーズン初の4連勝、2シーズンぶりの4連勝ということになりました。